えー、タミヤ完成品、えー、電動ラジコンカーセット、えー、遊びに連れ出したくなるコンパクト 4WD のフォルクスワーゲン・ビートゥラリーのご紹介です、えー。完成のセットの中身はこのようになっております、えー。メーカーの方で塗装済みのポリカーボネートボディの車体、えー、あと走行に必要な送信機のセット、こ、え、のー 走行に必要なバッテリー、充電器、えー、オールセットになってますので、えー、どなたでも箱から出して充電後、えー、すぐに走行ができます。別売りはこちらの送信機のところに使う単三電池4本ですえ。で、車体の方は、タミヤの方が綺麗に作ってありますので、ボディがすごく素晴らしく、バンパーとかメッキのバンパーとか、えー、造形がすごく凝ってます。 ビートの独特的なあのワーゲンの、えー、とテールライトの辺とか、えー、この辺はすごくプラモデルのタミヤの、えー、真骨頂なとこがあります裏側からポリカーボネートの塗装をしてありますのでスプレーも、えー、スモークもかけてますのでこのままディスプレイモデルにもなります車体の方はコンパクトな 4WD のシャフトの42駆動棒のシャフトで動かしてますモーターは一番後ろの方にあって バランスを取るためにバッテリーはやや前方の方に横に搭載するようになっています。こちらの方はこうバッテリーを乗せてこのコネクタを挿してスイッチを入れればそのまま走行ができています。コンパクトなんですけれどもサスペンションはよく動くようになってますのでオンロードオフロード問わず手軽に遊ぶことができますので気軽にアウトドアとかでもすごく楽しく遊ぶことができます。 えー、あとはあのそちらのこちらのシャーシーの方だと、えー、オプションパーツなんかもございます、えー、で特に最初にやる場合おすすめしたいのがバッテリーが、えー、燃料と同じですから1本でちょっと物足りないという方はオプションで7.2ボ、えートの1600の容量の大きいバッテリーもございますこちらは別になりますので、えー、同じ充電器でお使いになれます、えー、あ一緒にご一緒におすすめいたします